エルカズネ、エルカズネは古代オルダンの都市ペトラにおける最も精緻な建築物の一つである。エルハズネとも表記する。この古代都市のエドディルを含むその他ほとんどの建築物と同様に、この建造物もまたサガンの岩肌を掘って作られたものである。エルカズネは古代ギリシア建築の影響を受けており、貴重な観光地になっている。正面の細部装飾。 エル・カズネはなぜ気づかれたかは不明であるが、王家の墳墓としての役割を果たし、おそらく紀元前100年から紀元後200年の間に、その原型が作られた。そのアラビア名である宝物殿の名は、盗賊あるいは海賊が、第二層の高所にある石の壺の中に略奪品を隠したという一つの伝説に由来する。壺には銃弾による、著しい損傷が見られる。地元の伝承では、 これはベドウィンによるものであり、それを壊して、中の宝を落とし取ろうと壺を狙い撃ったと言われている。もう一つには、モーセの時代に、エジプトのファラオの宝物庫の役割を果たしたともされる。建物の建築装飾の多くは、崖を刻んで彫刻されて、以来2000年の間にかなり侵食された。その彫刻は来世に関連した、様々な神話上の人物像であると考えられている。 葬儀室が1938年に加えられた入り口階段の両側にある。ありがとうございます。